皆さんこんにちは、ウーガチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今回は2019年度のねタミヤの12月の新商品についてお話ししていこうかなと思います。番組の後半にはですね、今週末行われます YouTuber 忘年会2019 in フォースラボさんの内容をですねお届けいたしますので、ぜひ最後までねご視聴よろしくお願いいたします。はい、ということでね、12月の新商品について今回はねちょっと思うところが何点かあるんですが、まあ、それよりもね先にとりあえずまず商品の方から見ていただきたいなと思います。さあ、まず一つ目になるんですけれども、ミニ四駆ベーシックボックスクリアカバー3枚セットというものが発売されます。もう今週末の土曜日だね。これはね多分ねすぐなくなっちゃうと思う。以前発売されましたアバンテ30周年記念のミニ四駆ベーシックボックスについていたスリーブのみの販売ですね。これはねそのアバンテの30周年なんですけれども、ちょうど去年の今頃発売されまして即完売しました。そう、なぜかというとこのクリアカバー、このねスリーブと言われるもの自体がミニ四駆のパーツとして使用できますんで、これをねキャッチャーダンパーに使ってねかっこいいものを貼ったりだとか、色付きのねキャッチャーダンパーをこれで作ったりだとかする人が増えてすごい流行ったんですよね。ただ使ってるレーサーは一部で、まあ、いろんな人が使ってるところは見なかった。まあ、その理由はおそらく多分量が少なかったからじゃないかなと個人的には思ってます。ですので、まあ、これが発売されると同時に一瞬でなくなる可能性っていうのは結構高めなんじゃないかなと個人的には思ってる商品でありますので、まあ、欲しいよっていう方はねちょっと急ぎ目で購入に行った方がいいんじゃないかなと思う商品ですね。さあ、続きましてジャパンカップジュニアサーキットカーブ黒4枚セットになりますね。これはストレートコーナーが出たということで真っ黒のねコースがこれで組めるようになったということですよね。まあでも白と黒とかねモノクロの感じでコースが作れるっていうだけでもうミニ四駆のそのレイアウトの見た目っていうのは結構変わりますんで、おしゃれな感じにねミニ四駆やりたいよっていう方はねこの黒のカーブを購入することをお勧めします。喫茶店とかにある感じだとさ白と黒でコース作ってたりするとすごいかっこよかったりしそうですよね、壁とかね。はい、ということで続きましては台形スタビヘッドセットになります。 11mm、15mm のセットと 17mm のセットですね。どちらもパープルで値段がね 17mm の方がちょっと安いのかな。色がねちょっとエチエチなのでちょっとエチエチな方はちょっと紫を購入した方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで続きましてはトヨタガズーレーシングの2019年バージョンですね。去年も発売されたんですけどそれの新型が今回ね発売されるということで、こちらねホビーショーで実物大を見てきたんですけれども、ちょっとね変化が分かりづらい部分があるんですけど、細かい部分がねちゃんとねステッカーが変わってます。ですので、まあ、去年とは違ったステッカーが欲しいよっていう方はねぜひここで購入しておくことをお勧めいたしますね。ちなみにシロッコはこれに3回挑戦しました。このボディに3回挑戦して3回とも失敗しておりますので、成功例をお持ちの方ねぜひ見せてください。よろしくお願いします。さあ、今回の目玉の一つにやってきたのかな、ヒュンダイクーペ WRC なんですが、こちらがなんとですね MA のスモークシャーシを搭載したマシンになります。スモークを知らない方のためにねスモークの説明させていただくんですが、まあ、黒の透明ですね、半透明になってます。この辺とか見ていただけると分かるかな、若干半透明、この辺もね、まあ、大体なんかこうクリアなんだなっていうのがね大体分かるかなと思います。半透明のシャーシをね今回採用されてるということで、結構ねレア度は高いものになっておりますので、 MA を使うよっていう方はねここで買っておいてもよろしいのではないかなと思われます。でちなみにこのオレンジ色のホイールなんだけど、なんかちょっと色が濃い気がするんだよね。もう新色だったらこれ濃いオレンジとしてありありですよね。さあ、続きましてフルカウルミニ四駆25周年記念スーパー TZX 強化シャーシブラックが発売されるということで、まあ、前回ね発売されたサイクロンマグナムのシャーシブラックバージョンがここで発売されるとみたいな感じになっております。価格も330円と安いので、まあ、記念品にね持っておくのはね全然ありだと思う。すぐになくなるかどうか分かんないですけど、サイクロンマグナムは俺が思ってた以上の速度で売り切れました。おしまいとみたいな感じになっております。少なくないって思った方多くないですか。去年一昨年と僕も紹介してきたんですけど、新商品がね少ないっていうか、なんか目玉商品が少ないって言った方がいいのかな、なんだろう、軽く去年を引き合いに出すと、まあ、もちろんスリーブは発売されていたんですが、去年だと赤のアバンテ、まあ、赤 MS のアバンテだったりとか、アズールサンダーショットマーク2の、まあ、全てキットですよね、
まあ、クリアボディの入ったキットとかが再販されたりとか、その前の年とかだと確か MS のカラーシャーシが、まあ、全然世の中にない状態の時にカラーシャーシが発売されたりと、そういった感じのね、まあ、発売が、まあ、12月はあったんで、今年もどうなのって思ってたところ、なんかちょっと思ってたのと違うなという印象なんですよね。カーボンもないですし、ね、俺この辺でもしかしたらあのブレーキプレートの黒とか来ちゃうのかなとか思ってたりしたんですが、まあ、見当違いだったといったような感じでしょうかね。去年はですね、確か11月ぐらいから、まあ、今年の3月ぐらいまでタミヤさん再販ラッシュをやってて、まあ、ものすごいなんかこう、あ、好きねえなタミヤ、今回毎月買うもんあるなっていうのは、まあ、実際にあったんですけれども、まあね、まあ1月お正月に期待という感じでいいですかね。あ、 BGM 間違えました。こちらでございます。さあ今年もやりますよ、クリスマスプレゼント企画。毎年ね、シロッコがこう選んでこれプレゼントしますみたいな感じでねやってたんで、今年はねちょっとねサンタさんになっちゃおうかなと思いまして、まあ、欲しいものをね書いておいてください、コメント欄の方に。でその中から僕が選んで、まあ、皆さんがね欲しいものを用意して、で皆さんにプレゼントするといったような感じのものをね、まあ、もちろん抽選にはなりますけれどもやりたいと思っておりますので、ぜひ、下のねコメント欄の方にお書きください。さあ続きましては YouTuber 超忘年会2019のレイアウト発表とトーナメント組み合わせ発表になります。さあまずはじゃあレイアウトから参りたいと思います。はい、ということでまずは右下のスタートゴールから左に向かってスタートしていきます。まずはバランシングストレートを越えまして、フラットスロープ上り1枚右コーナーですね。でそのままキッカーフラップの土台のみ、キッカーフラップはついておりません、土台のみから下ってルーズロードに突入します。そしたらこれね、懐かしのデジタルバンクっていうものがありまして、まあ、バンクを登りつつ壁がデジタルになってるよっていうこのバンクを越えましたら、左側のデジタルカーブを越えたらアイガー、ね、アルプスと呼ばれるアイガースロープを越えて、で奥の方にジャンプしていくと。でそこを U ターンするとバーニングチェンジャーがありまして、バーニングチェンジャーを越えてダブルバウンシングストレートを越えましたら、最後にドラゴンバックを越えてラストターンがさらにデジタルコーナーとなっておりまして、最後まで何がねあるかわからないレイアウトになっておりますので、皆さん楽しんでいただけるのではないかなと思います。そしてついに YouTuber 有馬記念2019の対戦組み合わせが発表されました。さあ2019年のナンバーワンミニ四駆 YouTuber は一体誰なのか、今週末楽しみにしておいてください。終わるフェイント、終わると思っちゃった、終わらないから、ふわチャンネルはかっこいい BGM のまま終わったりしませんから。はい、ということでね、皆さんのおかげで、もう本当にね2年間皆さんがね見てくれたおかげで、こんだけのね大きなイベントを開催することができましたということで、まあ、参加できる人だけで楽しむっていうのもなんかやっぱちょっと違う気がしますよね。はい、ということで今年のクリスマスプレゼントはね5名様にプレゼント用意しようかなと思っていたんですが、そのね5名様の抽選を自力でね突破していただこうかなと思いまして、今回この3連単1位2位3位を予想していただいて、自力でねクリスマスプレゼントを獲得するという特別ルートを用意させていただこうかなと思います。いつもだったらねランダム抽選でプレゼント企画っていうのやってたんですが、今回はマジで自力、本当に5名様って言ってるけど、まあ、10人ぐらい当選者いるんだったら、まあ、10名にクリスマスプレゼント送りましょう。その逆だった場合、もしみんなが当てることができなかった場合は、まあ、毎年通りね抽選で誰かにね、まあ、プレゼントが行ってしまうよということになりますので、皆さんぜひねここは真剣に考えて1位2位3位ね3連単当てちゃってください。ということでですね、今回の動画のコメント欄にはですね、クリスマスプレゼントで用意してほしい商品、そしてこの YouTuber 有馬記念2019の1位2位3位を予想してください、このトーナメント表を見てたらね、まあ誰と誰は被らないみたいなの分かると思いますんで、ぜひ挑戦してみてはいかがかなと思います。この動画面白かったらグッドボタン、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。